プロ野球一刀両断プロ野球界のさまざまな現象や問題に万東さんにズバッと鋭く内閣を攻めていただきますが今週はこちらですプロでもやってしまった信じられないプレー 今回このテーマにさせていただいたのは理由がありまして、はい、何人ものリスナーの方から同じようなメールをいただきました。ありがとうございます。代表して2通ご紹介いたします。はい、品川区の和俊さんからいただきました。8月6日、東京ドームの巨人対中日戦で中日が1点リードで迎えた9回裏、ワンナウト1塁2塁の場面で、坂本選手のセンターへの大飛球が大島選手のファインプレーに阻まれ、 ツーアウトと思いきや、スリーアウトでゲームセットになりました。一塁ランナーの重信選手が塁に戻る際、二塁ベースを踏み忘れたのが原因だそうですが、こんな時、チームの雰囲気や選手たちはどんな感じなのでしょうかというメール。そしてもうお一方。はい。世田谷区のラジオネーム内閣太めさん。えー、バンドさんの意見を聞かせてください。重信選手のボーンヘッドが話題になりましたが、ベースを踏まなかったことよりも、 二塁ランナーの陽大館選手が走っていないのに、二塁ベースを回ってしまったことが問題だと思うのですが、あの場合、二塁の手前で打球を見るべきだったのでは、というご指摘のメールもいただきました。あの、太めさんもですね、はい、あの、和ずさんも、あの、一変プロ野球の選手になってみてください。はいはい、<laughs> その試合中の緊張感というか、はい。あの、本能的に、前の人よりも打球を見ますんでね。一瞬、はい。奏者は。ええー。 いかに広角に見てても、離れる、み、はい、見てないんですよ。ああ<ー>。その範囲内にいないんですよ、前の創生が。ああ、そう、ね、打球の方が気になるんで。視界に入ってないわけですね、はい。そして一生懸命走って自分も一つでも多くの類を取ろうという、それがやっぱり攻めていうか、どうしてもね、 あの、ボーヘッドと、簡単には言い難いんですね。しかもこれ、あの、実は、重信選手は、これ、逆転サヨナラのランナーでもあったということで、これ、全力で当然走りますからね。ねはい。ええ。これ、あの、実際に、えこの、巨人対中日戦のケースは、中日側のアピールプレイ、これ、ファーストのビシエド選手が見ていて、ええ、アピールプレイでアウトになったんですが、このアピールアウトっていうのは、これ、野球規則では、次の場合アピールすれば、ランナーはアウトになると。はい。類の空間 空に過ぎると書きますが、はいえー、ボールインプレーの時、走者が進塁または逆走に際して各類に触れ損ねた時、その類を踏み直す前に、えー、身体、体、あるいは触れ損ねた類にボールをタッチされた場合、はい、これがアピールアウトは成立するということなんですけれどお、まあ、とにかくこの一度ね、ベースを回ってしまったら、気類する時ももう一回踏み直さなきゃいけない。 まああの、簡単に言うんですけども、はい、やってる本人たちはもう常に、ね、得点をということで類に出たら、はい もう一刻も早く、一点でもいいから、ね、リードしたいという。はい、やっぱりそういうことを毎日毎日、それも、なんていうのかな。やっぱり闘争心のあるという、現れと、あ<ー>まあ、許すわけにはいきませんけれども、<ー>監督としてもね、そうか、簡単には、起これないんですよね。難しいところ。あのね、この試合は実際は、この岩瀬投手がマウンドにいまして、二塁に投球した時点で、うん、え、まあ、インプレ後、アウトが成立してセット。これが幕切れになったんですこれが岩瀬投手、通算登板数9 5五 5次試合の NPB 新記録を樹立した試合で、はい、まあ本人もまさかのこの幕切れということになりました。えー、過去にもこういうね、この類の空間、あまあ、記類する際にベースを踏み忘れてしまったというのがあるんですが、あの、長島茂雄さんも現役時代、3度もやってるというのはの、ちょっとびっくりしたんですけど。いやいや、あの、僕らの時にもやりました。<laughs> はあ、あの方は打ったら、ルールはよくご存知なんでしょう。はい、一塁側に走っていきますから。ベ <laughs> ースに向かって。<laughs> ね。はいはい。ただ、あの方は何を考えてらっしゃるのか、どっかで、あの、飛ぶんでしょうね。<ー>というのは、もう非常に、あの、攻めの精神というか、はい、お気持ちがあるんで、ね、早くセカンド行こうとか、はい、早くサードまで行ってやろうという、はい、足も早かったんで、はい、ね。その点、あの、森というキャッチャーなんかは、とんでもない、もう一例行くのがやっとこさでしたから。<laughs> <laughs> これはもうその当時を知る坂東さんじゃないと,ないと。もう、ほしたら長嶋さんは飛ぶように走るじゃないですか。あはい。あの方はね、パパパパパッと、あの、こんなっちゃなんですけども、左足がついたら右足を今度は出さなきゃいけないという、蹴るように、それが飛ぶように行くもんですから、両足が浮いてるんですよね。で、えぇ、ー、相撲追い越してしまうというような。だから踏んでるつもりなんでしょうね、あれ。<laughs> はい。あの、どっちでファースト側へ行くのには、たぶんね、常に左足で、 あの、ターンして、セカンドで行こうとするんですよ。曲がるんで。はい、そのまま行ったら、ライトまで走るんだよ。はい、あの方のことですから。<laughs> だから、そういうことの走り方ですから、どうしても、その、歩幅がちょっと合わないというというのはね、打ちながら走る時あるんですよ、あの方ね。うん、<ー>はい。うん、あの、イチロー選手でもメジャーでやっていて、ええ実は、えー、2年前の2015年5月6日でした、はい、フィリーズ戦で、エチェバリア選手のライトフライで、で、これ、気類の際に、ベースを踏み忘れていて、 キルイの時に、はい、こういうことあるんですね、はあ。しかしよく見てましたね。もうアメリカだとなんか大雑把なような気がしますけどね。<laughs> ねえ、ですね、うん。彼らがやってるプレーはね。えーまあ、他にもこれ、あの、今はルイの空間をご紹介しましたが、うん、まあプロでもやってしまった信じられないプレーというのがいっぱいありまして、はい、アウトカウントを間違えてスタンドにボールを投げ入れてしまった。これ結構ね、ファンの方もご記憶あるかもしれません。え巨人のクリス・レイサム選手。 2003年のヤクルト戦、これ、福岡ドームでのゲームだったんですが、ワンアウト一塁二塁でレフトフライを補給した後にアウトカウントを間違えて、スタンドにポーンと物を投、ねね、げ入れたという。はい。えー、もうこれインプレイですからね、まだ。はい。ね。ね,ねですね。スリーアウトだったら話はもうそこで一応デッド止まりますから。えー、はい。こういうことあるんですね。あの、先発の高橋久則投手はカンプを逃してしまいまして。ええー、まあ、チームは実際、巨人は2対1で、 カチはしたんですけどもね、二塁ランナーこれホームインして失点というシーンで。そうですか。まあ、インプレイ中にボールをスタンドに投げ入れたということで、<ー>レイサムビームなんていうふうな、揶揄されるような言葉も生まれた事件がありました。あの、阪神にいたマートン選手もやってるんですね。マートンもええー。あの、2011年の交流戦、ロッテ戦でライトフライを処理すると、そのままボールを一塁側スタンドに投げてしまったそうですか。 僕は、あ,あ,あの、バカと言われるとね、すっごくやじられたような気がするんですこれまたこう、関西の文化とか。そう,そうアホ言ったら、お前アホかっていうことで普通の上トーなんですよ。はいえええ、ちょっとなんか接続詞みたいに使うじゃないですか。はあ、アホボケとかいうのがね。だけど、バカと言われるとね、本当に <laughs>、さ、さいなまれてるような気がします <laughs> それがあの、名古屋に行きますと、たわけって言うんですよね。ああ<ー>。バカと言うこと、はい。はい。そしたら、たわけぐらいだったらまだいいんです。ええ。どたわけとかね。あそ <laughs> たわけって言われたら、本当に。ははあの、前にもお話したと思いますけども、あの、広島戦ですけども、<え>ツーアウトランナーファーストで、リリーフに出るんですよ。はい。はい、ピッチャー、バンドって言ったら、これは、たわけ出てくるな、どたわけとか言って、ものすごいネット裏でやじってるんですよ、えー、おっさんが一人。ええ。 ものすごい腹立ってね、確かにあれ、あれ、広島の選手だったのは苦手だったのは事実だったんですけど、そして、幸いなことに、彼が、あの、ツーストライクノーボールから、頭の辺のボールを振ってくれて、三振に取れたんですよ。その瞬間、僕、ものすごく、ネット裏からドタワケーって取るからね、バーッ足してって、よじ登持って、ペペペペッと唾吐いて、 ことそう何を言ってるんですかそしてパッと隣見たら近藤ピッチングコーチが一緒のようによじ登ってペッペッペッっコーチまではいこれで制裁金5万円行事2人ともセントラルに来てみたいいやあの信じられないでしょうけどもう本当にねあの自分でこう痛いとこうここでっていう時にやじられた時のねあの 傷のつきようというのは何体いじゃないですか、ね、悔しさた,たるやっていうね、そういうところありますよね。は,い、はい、はあ。まぁちょっとこのね、あの、スタンドボール投げ入れの話から観客席のこのやじのしさまで、ちょっとお話はね、いろいろとりましたが。だけどこれ僕らはね、あの、野球選手というのは皆さん方のスタンドの味方というか、それを力にできることもあるし。はい。 だからユーモアがあるヤジだったら僕緊張から緩和でいいなと思うんですけども傷つくのだけはやめていただきたいですね。はい。僕家的な話もありまして。今週はプロでもやってしまった信じられないプレーにスポットを当ててお送りいたしました。はい、以上プロ野球一刀両断のコーナーでした。 か、空に過ぎると書きますが、はいえー、ボールインプレーの時、走者が進類または逆走に際して各類に触れ損ねた時、その類を踏み直す前に、えー、身体、体、あるいは触れ損ねた類にボールをタッチされた場合、はい、これがアピールアウトは成立するということなんですけれどお、まあ、とにかくこの一度ね、ベースを回ってしまったら、気類する時ももう一回踏み直さなきゃいけない。まあ、あの、<laughs> 簡単に言うんですけども、はい、やってる本人たちはもう常に、ね、得点をということで塁に出たら、はい、もう一刻も早く、一点でもいいから、ね、リードしたいという、はい、やっぱりそういうことを毎日毎日それも、 なんていうのかなやっぱり闘争心のあるという現れと、あ<ー>まあ、許すわけにはいきませんけれども、<ー>監督としてもね、そうか、簡単には起これないんですよね。難しいところ。あのね、この試合は実際は、この岩瀬投手がマウンドにいまして、二塁に投球した時点で、うん、えー、まあ、インプレー後、アウトが成立してーーはい,はいはい。これが幕切れになったんですが、これが岩瀬投手通算登板数950試合の NPB 新記録を樹立した試合で、はい、まあ本人もまさかのこの幕切れということになりました。 えー、過去にもこういうね、この類の空間、ああ、まあ、気類する際にベースを踏み忘れてしまったというのがあるんですが、あの、長島茂雄さんも現役時代、3度もやってるというの,あのちょっとびっくりしたんですけど。いやいや、あの、僕らの時にもやりました。<laughs> はあ、あの方は打ったら、ルールはよくご存知なんでしょう。はい、一塁側に走っていきますから。<laughs> あれあれ。ベースに向かって。<laughs> ね。はいはい。ただ、あの方は何を考えてらっしゃるのか、どっかで、あの、飛ぶんでしょうね。はあ というのは、もう非常に、あの、攻めの精神というか、はい、お気持ちがあるんで、ね、早くセカンド行こうとか、はい、早くサードまで行ってやろうという、はい、足も早かったんで、<え>ね。その点、あの、森というキャッチャーなんかは、とんでもない、もう一例行くのがやっとこさでしたから。これはもうその当時を知る坂東さんじゃないと,ないと、もう、もし長嶋さんは飛ぶように走るじゃないですか。あ,はい、あの方はね、パパパパパ,パッと、あの、 こんなっちゃなんですけども、左足がついたら右足を今度は出さなきゃいけないという、蹴るように、それが飛ぶように行くもんですから、両足が浮いてるんですよね。で、えー、印象ベースも追い越してしまうというような。だから踏んでるつもりなんでしょうね、あれ。<laughs> はい。あの、あのどっちでファースト側へ行くのには、た、たぶんね、常に左足で、あの、ターンして、はい、セカンド行こうとするんですよ、はいはい、曲がるんで。はい、そのまま行ったら、ライトまで走るんだよ、はい、あの方のことですから。<laughs> <laughs> だから、そういうことの走り方ですから、どうしても、その、歩幅がちょっと合わないと、というのはね、打ちながら走るときあるんじゃん、あの方ね。えー、はい。うん、あのイチロー選手でもメジャーでやっていて、実は、えー、2年前の2015年5月そうでしたはいフィリーズ戦で、エチェバリア選手のライトフライで、で、これ、ルイの際に、ベースを踏み忘れていて。ルイの時にはい。 はあ、ただ、あの方は何を考えてらっしゃるのか、どっかで、あの、飛ぶんでしょうね。<ー>というのは、もう非常に、あの、攻めの精神というか、お、はい、気持ちがあるんで、ね、早くセカンド行こうとか、はい、早くサードまで行ってやろうという、はい、足も早かったんで、えー、ね、その点、あの、森というキャッチャーなんかは、とんでもない、もう一例行くのがやっとこさでしたから。<laughs> <laughs> これはもうその当時を知る坂東さんじゃないと,ないと。もう、ほったら長島さんは飛ぶように走るじゃないですか。 はい。あの方はね、パパパパパッと、あの、こんなっちゃなんですけども、左足がついたら右足を今度は出さなきゃいけないという、蹴るように、それが飛ぶように行くもんですから、両足が浮いてるんですよね。で、えベースも追い越してしまうというような。だから踏んでるつもりなんでしょうね、あれ。<laughs> はい。あの、どっちでファースト側へ行くのには、た多分ね、常に左足で、あの、ターンして、はい、セカンド行こうとするんですよ、はい、曲がるんで。 そのまま行ったらライトまで走るんだ、はい、あの方のことですから。<laughs> だからそういうことの走り方ですから、どうしても、その、歩幅がちょっと合わないとというのはね、打ちながら走るときあるんじゃよあの方ね。へぇ、えー、はい。うん、あの一郎選手でもメジャーでやっていて、うん、実は、えー、2年前の2015年5月6日、フィリーズ戦でエチェバリア選手のライトフライで、で、これ、気類の際に、ベースを踏み忘れていて。気類の時に、はい こういうことあるんですね、はあ。しかしよく見てましたね。もうアメリカだとなんか大雑把なような気しますけどね。<laughs> ねえですね、はあ。彼らがやってるプレーはね。えー、まあ他にも、これあの、今はルイの空間をご紹介しましたが、うん、まあプロでもやってしまった信じられないプレーというのはいっぱいありまして、はい。アウトカウントを間違えてスタンドにボールを投げ入れてしまった。これ結構ね、ファンの方もご記憶あるかもしれません。え、巨人のクリス・レイサム選手。 2003年のヤクルト戦、これは福岡ドームでのゲームだったんですが、ワンアウト一塁二塁でレフトフライを補給した後にアウトカウントを間違えて、スタンドにポーンと、そのルを投げ入れたという。ののね、はい。えー、もうこれインプレーですからね、まだ。はい。ね。ね,ねですね。スリーアウトだったら話はもうそこで一応デッド止まりますから。えーはい、こういうことあるんですね。あの、先発の高橋久則投手はカンプを逃してしまいまして。<ー>えー、まあ、チームは実際、巨人は2対1で、 カチはしたんですけどもね、二塁ランナーこれホームインして失点というシーンで、そうですか。インプレイ中にボールをスタンドに投げ入れたということで、レイサムビームなんていうふうな、揶揄されるような言葉も生まれた、<laughs> は,いは,いはい、事件がありました。あの、阪神にいたマートン選手もやってるんですね。マートンもええー。あの、2011年の交流戦、ロッテ戦で、ライトフライを処理すると、そのままボールを一塁側スタンドに投げてしまった。そうですか。 僕は、あ,あ,あの、バカと言われるとね、すっごくやじられた気がするす。これまたこう、関西の文化とそうそうアホ言ったら、お前アホかっていうことで普通の上トークなんですよ。ちょっとなんか接続詞みたいに使うじゃないですか。アホボケとかいうのがね。だけど、バカと言われるとね、比類する際にベースを踏み忘れてしまったというのがあるんですが、あの、長島茂雄さんも現役時代、 三度もやってるというのは、ちょっとびっくりしたんですけど。いやいや、あの、僕らの時にもやりました。あの方は打ったら、ルールはよくご存知なんでしょう。一塁側に走っていきますから。レースに向かって。ね。はいはい。ただ、あの方は何を考えてらっしゃるのか、どっかで、あの、飛ぶんでしょうね。というのは、もう非常に、あの、攻めの精神というか、お気持ちがあるんで、早くセカンド行こうとか、早くサードまで行ってやろうという、足も早かったんで。 ねえ、その点あの、森というキャッチャーなんかは、とんでもない、もう一例行くのがやっとこさでしたから。<laughs> <laughs> <laughs> これはもうその当時を知る坂東さんじゃないと,ないと、もう、もしたら長島さんは飛ぶように走るじゃないですか。あはい。あの方はね、パパパパパッと、あの、 こんなっちゃなんですけども、左足がついたら右足を今度は出さなきゃいけないという、蹴るように、それが飛ぶように行くもんですから、両足が浮いてるんですよね。で、えぇ、ー、いを追い越してしまうというような。だから踏んでるつもりなんでしょうね、あれ。<laughs> はい。あの、あのどっちでファースト側へ行くのには、た、たぶんね、常に左足で、あの、ターンして、はい、セカンドで行こうとするんですよ、はいはい、曲がるんで。はい、そのまま行ったら、ライトまで走るんだよ、はい、あの方のことですから。 だからそういうことの走り方ですから、どうしても、その、歩幅がちょっと合わないとい、というのはね、打ちながら走るときあるんじゃん、あの方ね。えー、はい。うん、あの一郎選手でもメジャーでやっていて、実は、えー、2年前の2015年5月そうでしたはいフィリーズ戦でエチェバリア選手のライトフライで、で、これ、気類の際に、ベースを踏み忘れていて。気類の時にはい。 こういうことあるんですね、はあ。しかしよく見てましたね。もうアメリカだとなんか大雑把なような気しますけどね。<laughs> ねえですね。うん、はあ。彼らがやってるプレーはね。えー、まあ他にもこれあの今はルイの空間をご紹介しましたが、うん、まあプロでもやってしまった信じられないプレーというのがいっぱいありまして、はい。アウトカウントを間違えてスタンドにボールを投げ入れてしまった。これ結構ね、ファンの方もご記憶あるかもしれません。え、巨人のクリス・レイサム選手。 2003年のヤクルト戦、これ福岡ドームでのゲームだったんですが、ワンアウト一塁二塁でレフトフライを補給した後にアウトカウントを間違えて、スタンドにポーンと、そのまま投げれたという。ののね、はい。えー、もうこれインプレーですからね、まだ。はい。ね。ね,ねですね。スリーアウトだったら話はもうそこで一応デッド止まりますから。えーはい、こういうことあるんですね。あの、先発の高橋久則投手はカンプを逃してしまいまして。えー、まあチームは実際、巨人は2対1で、 カチはしたんですけどもね、二塁ランナーこれホームインして失点というシーンで。そうですか。まあ、インプレ中にボールをスタンドに投げ入れたということで、レイサムビームなんていうふうな、揶揄されるような言葉も生まれた事件がありました。あの、阪神にいたマートン選手もやってるんですね。マートンもええー。あの、2011年の交流戦、ロッテ戦で、ライトフライを処理すると、そのままボールを一